うぶかた達英は、歌人、沼田市名誉市民、日本歌人クラブ初代会長、三重県宇治山田町宮うしろ生まれ、旧姓、ま宮、父、ま宮誠一、母、清野四女。宇治山田高等女学校を経て、1925年に日本女子大学科生科卒業。同年、群馬県沼田市で薬局、角藤を経営するうぶかた家に突ぎ、 今井邦子に指示。1935年、第一歌集、山花集を上司する。戦後は、歌詞、国民文学に所属して、松村栄一に指示。また、女人短歌編集委員も務めた。戦後最初の総選挙である、第22回衆議院議員総選挙に出馬したが、落選した。青賞で、第2回日本歌人クラブ推薦歌集、白い風の中で、 第9回読売文学賞のわけのようにで、第14回、上空賞受賞。古典文学に関する著書も多い。夫は、初代国家公安委員で、前、沼田町長の産方誠。誠まこと。まことは、地元上野町の小家、産方家の29代目で、アメリカのカリフォルニア大学バークレー校で薬学を学び、千葉医科大学卒の医師でもあり、演劇愛好家でもあった。 誠の父、うぶかた郎さごろうは、1886年に沼田町に設立された、小学生のための英学校、沼田イギリス学校の発起人の一人、夫のおじに、文筆家のうぶかたとしろう、長女は料理研究家のうぶかたみちこ。突先であるうぶかた家の旧住宅は、17世紀末頃に建築されたものと考えられ、 東日本で最も古い町家づくりの建築物で、あることから1970年に重要文化財に指定され、沼田公園内に移築保存されている。また、達江の著作を集めた、うぶかた記念文庫が、沼田市内にある。うぶかた記念文庫群馬県沼田市には、うぶかた記念文庫があり、明治から昭和にかけての作品集や書籍など、約400点を展示している。 交流のあった村岡花子の自筆書館を所蔵している。ありがとうございます。